石山寺方面ホーム、踏切を挟んで右奥にあるのが、坂本方面ホーム、滋賀里駅は、滋賀県大津市店2丁目にある、京阪電気鉄道石山坂本線の駅。駅番号は OT、OT18。待機録間制導入以前は、中野章などと同様、区間制運賃区会の境目にもなっていた、地鳥り式配置の2面2線のホームを持つ、地上駅。 公道の踏切を挟んで南側に、坂本方面行きホーム、北側に石山寺方面行きホームがある。終日無人駅であり、どちらのホームにも駅舎は設けられておらず、直接ホームに入る形となる。ピタパ利用時には専用のカードリーダーにかざして、出入りする。ホーム有効長は2両。乗り場番号は設定されていない。駅前の道を東に行くと、 国道161号を経て、琵琶湖へ、西に行くと、滋賀八幡神社の境内。そこから西へ、西大津バイパスを越えて行くと、滋賀の大仏と呼ばれる、鎌倉時代に制作されたという阿弥陀様の石仏があり、その北側は6世紀から7世紀の都来人の墓と、言われる百血古墳群。その北側には、霧畑古墳群がある。 参考文献京阪電鉄月間沿線情報誌、K プレス2013年8月号7ページ。気になる、あの駅散策マップより一例として、1993年以前に刊行された、京阪時刻表、間末の、駅間普通旅客運賃表の項に、運賃区数を区切った、大津線の路線図のようなものが別途に掲載されていた。ありがとうございます。